旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のリクです。今回は都内も郊外も素晴らしいスポットがたくさん、東京の紅葉をご紹介します。例年11月中旬から12月上旬頃に見ごろを迎える東京の紅葉、紅葉する木の種類ももみじだけでなく桜やイチョウなどの広葉樹やカラマツといった針葉樹など豊富なのも魅力です。また歴史ある場所から都会のビル群と調和する場所、または街路樹など多彩な紅葉スポットがあるのも東京ならではですね。今回は数多くある東京の紅葉スポットの中からおすすめの7選をご紹介します。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。陸義園。JR 駒込駅から徒歩5分、文京区にある陸義園は江戸時代を代表する大名庭園です。五代将軍徳川綱吉の側近であり川越藩主でもあった柳沢義康自らの設計により7年の歳月をかけて作られた回遊式築山潜水庭園になっています。中国の古い詩集をもとに名付けられた名称に、庭作りには万葉集や古今和歌集といった歌に詠まれる名所などを多く取り入れ、その景観が目の前に広がるような作りになっています。早速陸義園を散策してみましょう。まず見えてくる入り口は重厚なレンガ造りになっていて、一歩園内へ入ると都内とは思えない静けさと空気感。大きな池を中心に池の中の島や渡月橋、茶室など古寺や和歌になぞらえて作られた庭に、文化人らしい義康の知識や趣味を見ることができます。見どころの一つでもある園の中心へ向かう途中にある内廷大門にあるしだれ桜は春に美しい花を咲かせてくれますが、春に限らず日本庭園なのでもちろん年間を通じて素晴らしい景色に出会えます。秋はもみじに始まり、イチョウやドウダンツツジなど赤や黄色、様々な色に紅葉する木々で華やかに染まり、庭園の美しさをさらに感じられるのではないでしょうか。中でもツツジの古木を用いて作られたツツジ茶屋の周りは多くのもみじで囲まれており、紅葉の時期には特に圧巻の景色を見せてくれますよ。続いては水元公園です。JR 金町駅から車で約10分、東京外環自動車道三郷南インターからも10分ほどの埼玉県との県境、葛飾区にある水元公園は都内最大級の水郷公園です。園内には6カ所の観察車があり、自然に近い形の中で水鳥の観察ができるスポットでもあります。また広い芝生エリアから遊具のあるエリア、キャンプ広場もあり、ファミリーにも人気があるほか、こちらも都内最大の菖蒲園があり、初夏には20万本という多くの花を咲かせ、毎年多くの人が訪れます。そんな水元公園には生きた化石と呼ばれているメタセコイアが約1800本生えており、都内最大の森になっています。メタセコイアは秋になるとオレンジや黄色に紅葉し、まるで海外の森に来たような雰囲気。隠れた SNS 映えスポットとしても注目されていますよ。眺める紅葉というよりは森の中を散策し見上げる紅葉が楽しめるメタセコイアの森。頭上の紅葉した木々の間から差し込む秋の日差しがキラキラ美しく、抜けるように青い秋の空とのコントラストが素晴らしい。日頃の疲れを癒してくれるような紅葉が待っています。明治神宮外苑。東京メトロや都営線の青山一丁目駅や国立競技場駅、または JR 信濃町駅などが最寄りの新宿区にある明治神宮外苑、隣接する国立競技場や神宮球場などスポーツの重要な施設が集まっているだけでなく、すぐ隣は赤坂御所であったり新宿御苑なども近く、都心という言葉がぴったりなエリアです。少し足を伸ばして明治神宮や国立新美術館
などへも合わせて出かけるのもいいですね。そんな明治神宮外苑の紅葉といえば、東京といえばこの風景と思う人も多いはず。青山通りから絵画館へ向かうイチョウ並木です。神宮外苑のシンボルであり、映画やドラマなどのロケ地としてもたびたび登場し、東京を代表する風景なのではないでしょうか。夏は青々とした葉が揺らぎ涼しげな風景も、秋になれば黄金色一色に。300メートルに及ぶイチョウ並木は4列になっており、カメラを向ける人も目立ちます。色づき始めた黄色と緑の葉が混じる頃の紅葉のコントラストも素晴らしいですが、葉が落ち始め黄色の絨毯になっている様子も、また冬へ向かう寂しさの中に美しさがあり、おすすめです。訪れる時期によって違った美しさが感じられるのもイチョウの木の素晴らしさですね。国営昭和記念公園。都心から少し離れた郊外にもカメラ片手に訪れたいたくさんの紅葉スポットがあります。 JR 西立川駅から徒歩2分、立川駅からも徒歩約15分ほど、すぐ隣には陸上自衛隊の駐屯地がある立川市にある国営昭和記念公園は都内最大級の公園で、年間を通して四季折々の植物に出会えます。園内には売店やレストランにカフェがあるほか、レンタサイクルもあったり、各種スポーツができる施設、バーベキューエリア、水遊び広場にドッグランなど、紹介しきれないほど多彩な施設があり、一人でもカップルでもファミリーでも一日中楽しめる公園です。いろんな楽しみ方のできる国営昭和記念公園での紅葉のポイントは、まず園内にある日本庭園、池を中心とした回遊式になっており、茶室などがあります。赤く色づいた紅葉樹がわびさびの世界観をさらに感じさせてくれるだけでなく、夜はライトアップされた庭園が湖面に映り、幻想的な雰囲気が広がります。もう一つの紅葉のポイントはイチョウ並木です。一面が金色に輝くイチョウのトンネルを歩けば、誰もが映画の主人公になったような、そんな気分になりますよ。圧巻の輝くイチョウ並木を時を忘れて散策してみてはいかが。その他にもコスモスや金木犀といった秋の花も見られ、紅葉とのコラボレーションが楽しめますよ。御岳渓谷。青梅市にある御岳渓谷は、首都圏中央連絡自動車道青梅インターから車で30分、 JR 御岳駅のすぐ目の前に広がります。多摩川の上流で、とても冷たく青く澄んだ清らかな水の流れが美しく、生い茂る新緑と合わさって、夏には涼を求めて訪れる人も少なくありません。そんな御岳渓谷は紅葉のスポットとしても人気で、御岳橋から見下ろす清流と紅葉は、日の光を浴びて輝く絶好のフォトスポットでもあります。遊歩道もあり、川の近くまで行くことも可能です。下から見上げるように紅葉と御岳橋を見れば、こちらもまた絶景。カメラを持っていくのももちろんいいですが、ただ散策するだけでも十分に癒されます。そして渓谷の背後にある御岳山も、一面が赤やオレンジに染まる抜群の紅葉スポットです。山に登るケーブルカーなどもあるので、気軽に紅葉を楽しめますよ。ちなみに近くには酒蔵見学が可能な小沢酒造や玉堂美術館などもあり、合わせて観光するのもおすすめです。豊島区立目白公園。JR 目白駅から徒歩5分、閑静な住宅街に突如現れるこじんまりとした小さな庭園が目白公園です。伝統文化を育み、自然に触れる目的で作られた池泉回遊式日本庭園で、コンパクトな敷地ながら、数寄屋造りの建物や浮見堂、四季折々楽しめるたくさんの植物が植えられており、日本庭園の良さがぎゅっと凝縮されています。結婚式の前撮りなどで利用する人も多いとか、手入れの行き届いた庭園にはゆったり泳ぐ鯉にのんびり過ごすカモなどもいて、都内の住宅街とは思えない静けさと落ち着いた空間で、近所に住んでいたら毎日通いたくなる、そんなスポットですよ。知る人ぞ知る紅葉スポットの目白公園の秋は、色づくもみじが庭園に映えるといった感じです。雪吊りされた松もあり、秋らしさを感じられる風景が見られます。また秋は期間限定でライトアップも行われます。
静かな漆黒の闇に浮かび上がる紅葉の庭は、昼間とは違った幻想的で美しい空間です。浜離宮恩賜公園。最後にご紹介するのは、ビル街の真ん中で癒される江戸時代の大名庭園でもあった浜離宮恩賜公園です。汐留駅から徒歩約7分、都心のオアシスという言葉がぴったり。伝統的な回遊式庭園の背景には、東京のビル群を見ることができ、歴史と現在が融合する東京らしい風景が広がります。もみじはもちろん、桜などの紅葉樹もあり、秋の紅葉の時期は東京の風景と美しい紅葉のコラボレーションをぜひ見ていただきたいスポットです。またこの公園の池は都内で唯一の海水の池になっており、東京湾の潮の満ち引きに合わせ水門を開閉しているので、池の様子もその時々で変わり、いろんな情景が見られるのもポイントです。海水の池なので、ハゼやフジツボ、カニなど海生生物が見られるのも普通の日本庭園との違いでしょうか。淡水の池とは違った様子を探すのも面白いかもしれません。その他、将軍家との関わりがわかる遺構や木々もあり、歴史好きな人にもぴったりの公園です。いかがでしたか。大都会なのに一歩踏み入れれば、そこは自然あふれる別世界というようなスポットがたくさん。そしてどのスポットも素晴らしい紅葉を見せてくれます。この秋足を運びたいスポットはどこですか。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。